突然ですが、ある時計だらけのワクワクワクオフ会 in 関西、最初で最後が終わりました。たくさんのワクワク分けてもらいました。ありがとうございました。楽しい時間を分けていただきました。ささやかな幸せを喜べる人は本当に幸せを知っている。いつワクワクするの、今でしょ、ワクワクするかしないかは自分次第です。オフ会の雰囲気カットして編集しました。いい、中島さん、開催前からいろいろありがとうございました。研究、おったらさん、名前変えました。何を名前変えてない。 YouTube おったらになってたで。いいよ、エッチーナ。どうでもいいよ、エッチーナって。あれは研究所どこ行ったんですか。あれ何が、あ、消したん。あれ、うん、研究してない。研究していないそうです。今流し撮りをしながらちょっと、ちょっと流し撮りをしてますね。これ撮ってるだけで。これ中島さんと、これエイジさん、何自慢してるんですか。何自慢してるんですか。あ、これあれか、ケンさんの車。前後ホイール違うんですよ、色が。あ、ほんまや。これだって汚れてるだけじゃない。そのままや。当たった。ブレーキパッドですね。ここに車にこんだけ走ったと、ブレーキダストがいっぱいついてるぐらい遠いところから来てくれたんですね。ありがとうございます。ケンさん、何しないんですか。もう遠くで話してて終わっちゃいそうです、ね、マジで。じゃんけんとかやってる時間ないですかね。はい、大丈夫ですよ。あの、藤本さんもあの本と持ってき出してくれた。あ、ありがとうございます。藤本さん、ちょっとまた声かけます。なんかプラ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 してますよ、私。閉めますよ、閉めます、閉めます。撮影終わったんちゃう、これ。トシアンさん、いや、僕これは何回出てるの。中島さんちで見ましたよ。あ、中島さんちでね、作業してるこの前ね。トシアンさん、ジャミさん、亀戸さん、本当に受付していただいてありがとうございます。邪魔するんやったら帰ってや言ってくれな、ジャミさん。バンタロウさんも来てくれました。台車です。ありがとうございました。バンタロウさん、ご参加ありがとうございました。やるんで、あの、じゃんけんでくれる、あ、見てもらったら、なんか欲しいなって言ってたのにね。本当にありがとうございます。来ていただけました、めちゃ嬉しかったです。本当に帰ってくるんですか。うん、あ、もともとモンスターでカスタマイズされてるんですか。ブラックのモンスター仕様ですよね、静香さんの。見たかったなと思います、本当に。エアロモですか、前のあのダイナミックとカーボンのボンネットですか。あ、ノーマルで。ボンネットはノーマルだそうですよ。でエアロ系もですか、後ろも全部。すごい、あのでっかいあのエアクリもつけてはったんですか、あのカーボンの。このエアクリすごいですよね。あれはつけてないですか。あ、それ今やられてるんですか。あれってもう今廃盤じゃないんですか、あのモンスターって。なんか今売ってない。あ、ヒーターコーラーは、あの、カーボンの B タイプとかですよ。なんとかタイプってあるじゃないですか。RFX400 インテークキットってやつですね、これ。あれめちゃくちゃ高いですよね。もう、なんか、なんで、高いですよ、エアコリで十何万するよね、あれ。ね。で、なんか、ドカーン、なんかあの、カーボンで。あれ、買い張ったんですって。最近。すごいですよね。お金持ちですね。ローンで買ってんの。なるほど、修理と込み込みローン。もう一色単にしてくれって。あ、うまいことあると思います。僕もよう使う。お小遣い少ないで、私もよくそれパワーアップ使おうかなって思ってますよ、それ。マーサさん、500円でご購入いただけました。ありがとうございます。間違ってポチっちゃったことあると思います。私桃用、マーサさん、ありがとうございます。桃用スーパー中川用品店にもありましたよ。それはあの中島さんプレゼントかな。中島さんやから勝手にプレゼントにしてます。ラバースプレーです。はい、これあれたけしさん、はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、これ証拠で、はい、どんどん雑になってますよ、オークション。はい、あ、それいいじゃないですかね。ワックスですね、ゴールド。これもいいな、うん、どれ。あ、俺ください。ジャミさんのいただきました。ジャミさんにもらいます。ありがとうございます。600本ですか。浜ちゃんさんと立ち話。いやいやいや、
日原さんと3台で来てくれました。愛してる証拠です。走られてるってことで。私は好きな車から愛車に変わりました。年末までのネタ撮影しないと焦って撮ってますよこれ。あっという間に時間経ちます。なんか撮れてます？全員と喋ったら1人5分も喋れないですからね。やってるシーンと。ニルスさんこれさっきこれ。ケンさんから購入されたやつですね。ライツのフォームランプカバーですね。私と同じゴールドカーボン。もっとつけた方がいい。私とお揃いです。多分ね、結構強力すぎて。いや、もうちょっとつけた方がいいと思う。帰り落ちてたら知らないですよ、俺。帰り落ちることあると思います。ニュースになりますよ。瞑想さんにクイックリリース見せていただきました。ヤフーショップに行くか。これと、これは別売りなの？この、あの、距離が短いやつ、これ最初、顔、姿タイプっていうんですか。気になってました、私、これ。落ちりかけました、これ。これ、もう、それは、本体はナルディの公式サイトで買いました。長いこと言ってたけど、まだ怖い。多いですね。これ短い距離で行けるんですよ。あ、これ回すんですね。カチッて。見れてよかったです。これも。瞑想さんありがとうございました。というところ。あ、みんなここなんか盛り上がってるな、松さんところで。なんかここ盛り上がってますやん。めっちゃ盛り上がってますやんって。羨ましがってます。よし、自分の車をこんな感じに見せてみようと。僕の車は。気にしないでください。この車をなんか言うてもらっていいですか。なかなか紹介されない人気のない私の車ですが、自分から紹介していますよ。周りにいた人に何かありますよ。無理やり自分の車をインタビューしてくださいって感じですね。いや、まあ、そんな嘘ですやん。Jスタイル、Jスタイルトレーナー欲しいなみたいなね。ジャミさん、あのやらせじゃないですよ。なんか安いやつ質問していただきましたよ。はい、あの3本セットで売ってるんですよ。これとこれと。これ見つけた時はね、おっと思いましたね。ネタになるやんって感じですね。赤いやんって思いました。皆さんに教えてもらってね、ここの方正やで、あの1本俺どれか分からなかった。1本だけどこが迷子になって感じですね。赤いやんって思いました。皆さんに教えてもらってね、ここの方正やで、あの1本俺どれか分からなかった。1本だけどこが迷子になってましたよ。ケンさんありがとうございます。あ、そう、王将で餃子食べてる時に私の鉄板ネタですね、これ形思いついて、で、これ純正なんですね。ちょっと受けてますよ。ここで無理やり皆さん優しいっす、本当。これアマゾンであの売ってる、こう、蛇腹とセットで売ってるやつなんですけど、あの安い汎用のこうエア、一生懸命説明していますが、ここにはめ込んだだけなんで、ちょうどこの動画見ていただいたのでしたら、距離がすごい短いんで同じ話聞いていただいてる感じですよね。最後までお話聞いていただいてありがとうございます。あんまり褒めてもらえなかったんですけど、本当に思ってます。たまには褒めてほしい。今回のテーマはいいねし合う回ですよ。嬉しそうに私話していますね。純正部品大事に保管したかったんですが切っちゃいました。これノーマルワクワクワンスです。レーシング忘れました。エイさんの綺麗な質問。あ、それはあのやっぱり ここは下にやらせてはありませんよ。これなんか勝手な、これ本当に喋ってるとこ撮ってたんですね。あ、これ水抜きもあるんですか。これ水抜きの穴もあったんですね。そういうことなんですね。勉強になります本当。まあ、あとはさりげない話でね、本当に勉強になるんですよ。オイルキャッチタンク、あ、これも鉄板ネタですね。アマゾンで2000のオイルキャッチタンクネタです。私のこれここが邪魔なってよく移動するオイルキャッチタンク。ここ行ったりここ行ったりね、作業しにくいじゃないですか。毎回移動してましたよこれ。たまたまこれおったらさんにいただいた移設ブラケットをいただきました。ECU のですね。最終的にここになりました。これ加藤ちゃんさんがやってた位置ですね。真似しました。2500円ぐらいですよ。エンジンリブ見栄え、これいいですよ。これ700円ぐらいです。これ値段とね、ちょっと言ってるのか合ってないですけど、値段は変動しますんでね。アマゾンはアーシングセット5本に、そうなんです。値段を言ってしまうんです。私400円ぐらいの板をあのアルミの板を切って曲げただけ。綺麗だと褒めていただきました。いいねし合う感じに編集していますよ。言われてる感じ出てますよね。私かなり褒めてもらってる感じ出しました。これがいいんです。ハサミで切れる程度の厚み、こっちも、はい、
ありがとうございます。竹爺さん、お疲れ様でした。本当に京都からありがとうございます。9日あるんですね。ありがとうございます。どうしよう。ありがとうございます。塗ってるだけですよ。キャンディー塗装。あ、動画見てもらってるんですね。本当に見て持ってるんですね。本当嬉しいです。いやそれはいやそれ高い。これが一番高いです。これはねブレーキのこのキャップがあるぞ。これはね青灰馬になってるんですよね。ケンさん欲しい欲しい言ってこれ。8000円ぐらいしましたでしょ。これこのシールとこれだけで。だって高いやつはちょっと外したくないですよ。お小遣いね計算しながらいつも買ってますから私一つ一つ値段覚えてますよ。ここは当たるんですよね。笑い毎月ヒヤヒヤです。高いパーツこれね、まあ、これ普通に高いやつ、ね、そうですよ。クスコのインタクラとインテクタクトなんかめっちゃ高いですよ。これパワコンを売ろうとしてます。これ3万ぐらいしましたよ。これ高いですよ。これもだからどうしようかな。これも結局はウレタンクリアスコとリアディフューザーがちょっとね塗装が下手なんでね。これね1日で仕上げてますんで、ね、そうはね、これ絶対私の真似しないでくださいね。1日で塗ってるんですよ、これ本当にペロペロめくれちゃう。ダメですよ、こんなことしたら怒られます。一発目なんかも全部剥がしましたもん、ベロンベロンになってもちゃんと乾燥を取りましょうね。普通にブラック塗ったんですけど、普通あれじゃないですか、無塗装、無塗装樹脂言ってますよ。私の真似は本当に危険ですんでね、プロに相談してくださいね。絶対ブラックの塗装はね、でもちょっとやっぱめくれてくるんでタイヤのとこやから、まあ、あんま参考にしないけど、僕本当ダメですよ。ローカさんのピカピカで綺麗で本当にもう今度ご紹介させてもらいますね。撮影させてもらったんで絶対に真似しちゃダメですよ。あるんですよ、こういうやつがあるんですけど、シートにただドアガードを貼ってるだけです。見てくれてるんです。しっかり見てます。もう何回も見てもらってるのに説明してどうするんですか。本当ありがとうございます。そっくりさん一回作りましたけど、またもうエイジさん、これも知ってるネタを振っていただいて本当ありがとうございます。これは本物です。もうこれ力作ですからね、私の中でね。オートバックスがあるんですけど。そうなんです。ずっと2年ぐらいショーケースにね置いててこうね、なんかあの子供がねトランペット欲しいなって見てる子もいましたね。こんな感じでずっと見てたんですよね。私総会があったから買っちゃった。ついに買っちゃいました。店員さん呼んじゃいました。エイジさんずっと見てくれてるから成長を見てくれてますよね。僕の成長を見ていただいてありがとうございます。エイジさん、グリルのプラベニアから始めプラベニアグリルで作っていただいてるんですね。プラベニアで作っもう恥ずかしい。グリルのやつも皆さんご存知で、これはねバズるんちゃうかなと思ってやったんですけどね、いまいちでした。おもろいかなと思ってプラベニアで貼ったら。でテテさん簡単にやってる。そう思うでしょ。そうなんですよ。もう失敗だらけですよ。もう本当NG 集未公開たくさんありますよ。NG 集もあんま人気ないんでね、編集大変なんであれやってないんですけど、めっちゃありますよ。今年も失敗あんまり下回り怖いですよね。生でいいねいただくと本当嬉しいです。 3M だから綺麗に貼れたって話ですよ。 3M シートやから。ちょっと自分の車で盛り上がってる感出したかった。ワクワクワックスレーシング行きますよ。ワクワクワックスレーシング。 ありがとうございます。何回使うねん、それだけ高いからって。なんか盛り上がった感動画にしてみたかったんで、こんな感じになると年末までは YouTube 頑張れそうです。ワクワクワクレーシング楽しい時間をありがとうございました。また編集頑張ります。年末までチャンネル登録よろしく。